はい、すいません。1日1曲終わりました。JN7 エレマイス蕎麦屋の親父です。KJCW クラブ部長のマグです。はい、やっぱついついね、目の前にあると、やってしまいますけどもね。今秋田県、秋田郡ですね。はい、同じセブンエリアでしたけどね、移動で、はい、つながりました。ということで、はい、皆さんこんにちは。ということでね、今週末ですかね、週末、はい、24、25と、東京ハムフェアが、開催されるということで、私蕎麦屋の親父も、東京ハムフェアに、参加したいと思います。参加というんでしょうかね、はい、行ってみますということで、新幹線でね行くんですが、うん、いつもある車なんかではね、よく行ってたんですけどね、新幹線で行くのはもうだいぶ久しぶりなので、ちょっと楽しみでもありますからね。はい、うちのかみさんもね、ショート動画ではおなじみの、笑い声ばかり入ってるうちのかみさんがね、一緒に同行しますけれどもね。それとですね、まあ現地で僕の師匠でもありますね、JJ1XTG、総長さんにもうくっついてね、会場の方をね、見ていきたいと思います。はい、ということで、まあ、この格好でね、行くのでね、皆さん KGCW クラブのね、T シャツ着てる方も結構いらっしゃると思うんでね、まあ、アイボールも楽しみに、それと僕もね、お会いしたい人何人かねいるのでね、一つこの顔です。はい、いましたらね、見かけましたら僕もね、ぜひ声をかけていただければと思います。はい、もう芸人ですんでね、突っ込んでいただいてもね、こっちも反応しますんでね、一つよろしくお願いします。はい、ということですね、もう本当ね、場所がですね、有明、ジメックスというところなんですね。僕今知りました。有明 GYMEX って何だろうと思って呼び方がわからなくてですね、もう全然ギリギリになってね、どう言ったらいいんだろうみたいな感じですけれども、まあ本当、まあこう来月の漫才にしてもですね、何でもね、まあ当日ギリギリがね、すごく僕は得意でですね、その方が結果が出るみたいな感じもありますけれどもね。はい、そんなわけで、もうね、アマチュア無線もね、全然もう初心者並みですから、何も分かりませんけれどもね、まあ皆さん先輩方とね、お会いできるのも楽しみですしね。うん、あとこの会場のこの何でしょうか、賑やかさっていうのはね、すごくいいですね。はい、楽しみにしております。で、JJYXTG 総長さんがね、ワッフルさんのね、ステージ、登壇してですね、お話をされるっていうことでね、ワッフルさんと師匠のね、お話をね、ちょっと楽しみで、しております。はい、そんなわけでした。来月は、まあ、私もね、お笑いコンビ三拍子さんとね、一緒に漫才をするということなので、ぼちぼちちょっと人生初の、まあ、デビュー戦というか晴れ舞台なのでね、とても、緊張してきましたけれども、まあ、こちらもね、なかなか三拍子さんとね、会って練習っていうんでしょうかね、ネタ合わせっていうのはできないんで、 LINE でね、するだけになりますけど、もう当日はぶっつけでね、まあ簡単な、ネタをね、やらせていただければなと、そんなふうに思っております。はい、というわけでですね、今日もこの間ね、また、ちょっとログ QSO でしたけれどもね、ロシアのアントンさんね、久しぶりにつながったんで、その様子をですね、またね見ていただきまして、動画の方終わりしたいと思います。まあ、今週ハムフェアで25日日曜日ね、お会いできましたら、一つ皆さんよろしくお願いいたします。それでは、動画の方どうぞ見てやってください。さようなら。Thank you.
アントンさん久しぶりですね。ミスしましたけど、久しぶりにロシアのアントンさんですね。はい、ファーストキューさんはね、23年の4月15日ですね。はい、